こんにちは、かなです。今回は夏のデートルックブックをやっていきたいと思います。すべて妄想なんですけど、夏にデートするならこんな場所行ってこういう格好したいなみたいな感じで考えてコーディネートを組んでみたので、よかったら最後まで見ていってください。はい、ということで一コーデ目は街中デートルックでございます。夏に彼と表参道とかデートするときにこういう格好したいなと思って組んでみました。トップスは H&M で最近購入したサテンの生地でできているキャミソールに、ボトムスは H&M じゃないザラのハイウエストのパンツを合わせてみました。このパンツね、すっごい履きやすいし、シワにもね、なりにくいので、めちゃめちゃお気に入りです。で、同じトップスと同じ素材でできているシャツを合わせて、サテンで統一してみました。で、ピアスめちゃめちゃ可愛くないですか？ H&M でね、最近購入したんですけど、なんかアシンメトリーになってるんですよ。右と左が違くってね、すごい存在感があって、シンプルな格好に合わせたら可愛いだろうなと思って購入しました。で、街中なのですごい歩くし、でもなんかかっちりとした雰囲気も残したいなと思って、こういう感じのコーデを組んでみました。はい、2コーデ目はアニバーサリールックでございます。記念日に彼とディナーに行きましょうみたいな感じを考えてコーディネートを組んでみました。この前のザラのセールの購入品でご紹介したニットのワンピースを着てみました。で、ニットのワンピースに合わせてピアスもちょっとキラキラとしたものを合わせてみました。このね、ピアスロフトっていうところで買ったんですけど、これね、日本の雑貨屋さんのロフトに行っても売ってなくてですね、アメリカでね、なんかお洋服屋さんでロフトっていうところがあって、アウトレットとかにもあるんですけど、そこで購入したものでございます。で、カバンと靴は黒で統一して合わせてみました。ヒールをね、合わせても良かったかなって後で思ったんですけど、個人的にペタンコが歩きやすくて大好きなので、今回はちょっとローファーで合わせてみました。はい、3コーデ目はおうちデートルックでございます。お家なので座ってることが多いなと思って、トップスは袖にボリュームがあるものを選んでみました。ちょっと袖にね、ボリュームあった方が座ってる時に可愛いかなと思って。で、ボトムスはゆるゆるっとしたパンツとかでもいいと思うんですけど、今回はちょっと夏っぽくリネンのスカートを合わせてみました。このスカートね、この前のザラの購入品でご紹介しました。ただね、このスカートちょっとシワになりやすいので、座ってたりとかするとちょっとシワになっちゃうかなと思って、それがちょっと気になるなとは思いました。で、小物はね、こんな感じで合わせてみました。そう、この靴ね、最近ケイトスペードで購入したんですけど、セールをやっててですね、ザラと同じぐらいの値段で買えたんですよ。すごくないで、カバンは最近ザラで購入した麦わら素材っていうのかな、のカバンを合わせてみました。はい、4コーデ目は夏のドライブデートルックでございます。個人的に夏のドライブと言ったら鎌倉とかかなと思って、ちょっと海も意識したコーディネートを組んでみました。このワンピースは最近 H&M で購入したリネンの素材のワンピースなんですけど、後ろのデザインがめちゃめちゃ可愛いんですよ。結構ね、背中が空いているデザインになっていて、その上にね、ちょっとリボンもついてて、めちゃめちゃ可愛くって気に入っています。で、リネンの素材でできているので、海にね、ちょっと入ったりとか、少し濡れちゃったとしてもすぐ乾くだろうし、しかもドライブなのでワンピースとかの方が楽だなと思って、めっちゃ理にかなってるじゃんと思ってこのワンピースにしました。でね、この靴最近購入したんですけど、ちょっと民族っぽくてめちゃめちゃ可愛くないですか？最近ね、こういう靴履いてる人結構見ると思うんですけど、結構ね、前からこういうデザインのね、靴が好きなので、わ、来たと思って、可愛いのを見つけたのですぐ買ってしまいました。めちゃめちゃお気に入りです。すごい夏って感じのコーディネートですね。はい、最後のコーディネートは夏の公園デートを意識してコーディネートを組んでみました。このね、トップスが個人的にめちゃめちゃお気に入りで、すっごい気に入っているんですよ。最近ザラで購入したトップスなんですけど、前の方がね、ブラウスの素材でできていて、あと袖もかな、で、後ろの方が T シャツの素材でできているんですよ。すごくない買ってから気がついたんですけど、すごいですよね。なので少しシワになりづらいし、汗とかもね、乾きやすいかなって思います。
あとね、このレースの感じとかもすっごい可愛くて、あとクロップドの感じでしょ、めっちゃ可愛くて気に入っています。個人的にはあの初めの方に着たグレーのパンツを合わせるのが好きなんですけど、今回は公園デートということでラテ色のパンツを合わせてみました。これもねザラで購入したんですけど、このデニムもねすっごい履きやすくってお気に入りです。でちょっとピクニックを意識してカゴバッグじゃないんですけど、なんかちょっとそういう感じのカバンも合わせてみました。ルンルン気分で公園デートしたいですね。はい、ということで今回はデートルックブックをやってみました。よかったら参考にしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。